本日は「マッドマックス怒りのロード」という映画についてお話ししたいと思います大まかな内容としては荒地となったウエストランドという場所に宗教的な武装集団が砦を構えてるんですけどもそこにはもちろんお偉いさんがいてそいつのやり方が気に食わんからということで女隊長がそいつの性奴隷ですね、まあ、い,わゆるいわゆる妻5人を連れて脱走をしてそこからすごい迫力のアクションが始まるという流れになってます。 その武装集団が改造した自動車に乗って追いかけてくるシーンなんかも迫力がもう半端なくてあのこんなのに追いかけられたら死んでしまうじゃないかっていうぐらいの進化ししたたた暴走族みたいな印象を受けましたその他に、まあ、面白い武器もあればあの戦いの時って太鼓とか誰か叩いたりするんですけどもそれに加えてエレキギターとかその白い白塗りの男性が。 狂ったようにギターを弾いてるんですねもうとにかくその映画自体狂ってるんですけど狂ってるから面白いなってことで興奮して見てたら気づいたたら2時間経ってました私はつい最近アイマックスで高いお金を払って見たんですけどももうそれだけの価値はあります CM とかで予告で見るかと思うんですが予告以上のものをくれるので本当にあの見てよかったなって思う,もう大満足の映画でしたのでおすすめです。 アニメやドラマ、映画が好きで、その感想を日々音声にて収録しています。定期的にアップロードするので、ぜひチャンネル登録をお願いします。